どんな介入かって言ってもね、その例えばその地球温暖化などによる現代縄文開始、まあ少なくとも海抜200メートルまでですね、標高がね200メートル上がるか下がるか、その今海抜200メートルのところまで海が少なくとも来る。それよりは下がらない。なんでかって、うちが生まれる前はもっと上がるからね。でしょ？で、どんどん暖かくなるからね、地球が。それはまあ当然ずっとそんな風になる。ね。ところがなんでね、じゃあ外の世界でコールドスリープしたか。もちろんうちが生まれる前は、マリコ十世欄であるうちがコールドスリープされたかって言ったら、第三次世界大戦が起きちゃって。ほんで、慌てて、まあなんか異常行進っていうのしてるから、でこれは普通じゃないと、この母体内でここまで起きる温度じゃ、なる温度じゃないからって、第三次世界大戦によりね。で冷ましてコールドスリープで、とにかく外の世界も戦争中やったから、まあ第二次世界大戦で、その時なんでバイデンっていうお医者さんがうちの母の主治医やったか言ったら、日本とアメリカ組んどって。外の世界ではね、第二次世界大戦はね、日本とアメリカ同盟軍なんですよ。どこと戦ったか言ったら、中国と戦って。で、外の世界で負けてん、実は中国に。それで、中の世界では、日本に中国人の天皇家がおるし、中国人である大和民族が日本でやら威張ってるわけ。ね。で、そんなの改正作業っていうのは、その、ミクロ的にはね、ミクロ次元論的にはあるんでしょうけど、うちが言ってるマクロのが大事やからね、みんな出てけっちゅう方がね。ただ、出ていく皆さんもいろんな都合があって、撤退戦の中において、大和民族、中国人、天皇家が勝ったらあかんっていう、そういう手段、戦術、そらあるでしょうね。あるんだろうなと。あるんちゃう、まああるんやろうな、それだけやん、単にうちから見たら。とにかく出てけっちゅう。順番はとにかく、誰が先でもええから、お前ら出てけ全員って、うちは言ってるね。な？だけど、うちと親しい人たちが、あるいはうちの親戚たちが、戦術にこだわるんやったら、うちの親戚としてやし、うちの親しい人やし、うちはずっと守ってた人たちやし、ああ、そうですかって言ってるだけやんか。な？うちを守ると称して、金儲けのネタにしていた人たちは、いずれ破滅していったやろ？地域は誰なんであれ。宗教団体であれなんであれね。でしょ？で、じゃあ、例えば、今、うちに対して、獣霊がね、あなた方が入れてるとしたら、それは、何を目的としてんの？おかしいでしょ？ね。もう分からずになんか、とにかくテンパって入れてるんでしょ？ただ単に。ね。どうなってるか言ったら、そんな、ランダムにひどいことが起きてんだよ、あなた方に。な、中にあなた方おるから。中の世界のあなた方に、外の世界のあなた方が、せっせと何かを運んでんだよ。何って動物で。何やってんのかな？変って気がつかへんのかな？な？それとか、うちに死ねってね、あなた方言うたら、それは結局第三次世界大戦とか、現代縄文海進とか起きちゃうやんか。じゃあもっと具体的に、殺人の方法を祈ったら、あなた方その方法で殺されるやんか。な？あなた方が端末やねんから。うちの。で、うちに対して死ねって、祈ったら、あなた方が先死ぬやんか。端末やねんから。あなたたちがね。だから、物理殺傷攻撃しか無理って言ってるでしょ。うちを、そういう、あなた方の狙いで殺したければね。でしょ？前から言ってるよね、それは。呪いかけてもあなた方が端末として苦しむだけやんか。中にも地球があり。あんねんで。ね。端末がおんねん、あなた方たちを。うちも住んでんねん。中にすでに地球あるんですかってあるよ。外にもあるし。でしょ？まだ産んでないだけやん。受精済みですかって言ったら。受精済みの方があんねん。なんでって。繰り返してるやんか、何回もこの、うちの母の中の世界をね。だから、ぐる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 回ってるだけやんか。ね？性転換したのに。って言っても、ぐるぐる回ってるから、
受精卵はあんねん。損したじゃないやろ。あんたらほんまに邪悪やな。な、宗教をベールに相当邪悪やな、みんなな。で、結局中国やったら、今、南海って言ってるあのね、東南アジアの南シナ海か、の方になんか200隻の輸送船、ちゅうとも軍艦乗ったぐらいの輸送船な、軍事用の。まあ中にも少なくとも200人、1隻につき200人の陸戦用の海兵隊乗ってるでしょうね。でしょ？じゃあ200かけるんだけど、4万人の、いわば中国海兵隊みたいな陸戦部隊が乗ってるよね。普通常識で考えたらね。だけど、うちに対して、その、温暖化しやすいこともね、してるってことは、まあ、縄文海進の方も抑えてるんでしょ。で、第三次世界大戦も抑えてるんでしょ。それはいかにも中華人民共和国の抑え方やんな。じゃあ、縄文海進に備えて本当は、彼らは、中央アジア方向に進出したいね。でしょ？だって上海とかは沈んじゃうやんか。ね。で、北京の真下に、北京の標高とどれかな。北京の標高が相当あったとしてもね、北京の真下は海やんか。眼下に広がる海。な。満州どのくらい標高あるんか知らん。海抜あるんか知らんけど。な。中国の誇る穀倉地帯は、海の底になるから。絶対東南アジアより、東南アジアはカモフラージュで中央アジア進むやんか。な。だから未来人がよく言う、なぜこっちでイランに宣戦国中国をしたんか謎だとかね。なぜパキスタンに進出したのか。東南アジアに行こうが軍事的には正しいのに変だって未来人が言ってるでしょ。それはそういう意図があるね。ところがね、うちの妨害っていうのはね、もし中国が中央アジアの方に進んだら縄文海戦起きんね。で、中国は敗戦。そんなわけなのかな。戦術で敗戦。東南アジアの方に進出したら、わーい。現代縄文海進。こういうふうな、罠。ダンジョンズ&ドラゴンズみたいな罠。仕掛けてあるわけ。いつもそうでしょ？今回もその罠仕掛けてあるはずよ。このうちのセリフがそれゴーサインやから。その罠で行こうっていうことになった。ね。そういうような、そういう邪魔も含めて、うちの想像力の限りの、ウォーゲーム用の、戦争シミュレーション用のマップ以外にも邪魔する方法がいっぱいあるってことを言いたいわけ。ね。だからまあせいぜい苦労してください。ね。そんな簡単に人殺したらあかん。な。戦争によって男子が立派になるってことはですよ。白衛戦一人につき100回ぐらいやらなあかんのじゃ。10年間で。でしょ？男子が。ね。女子はそれ見て、ああ、心配だわって。それぞれの国で言ってたら女子も心が磨かれるでしょ。空爆とか核兵器とかプラズマ兵器、そんなんで男子もなんか磨かれるんですか。余計悪なるやんか。絶対な、アメリカみたいな余計悪なるやん。で、娯楽用大麻検討中とかわけわからんこと言ってるやん。何それ、大麻娯楽用やってバチ当たりねな。戦争始めたらアメリカ総崩れと思うで。多分だってアメリカ国内で何かが放棄すると思うで。あの手たらくではな。弱点を攻めるのが戦争やから。アメリカ軍の最大の弱点はアメリカ市民やんか。意味わかるやろ？世界最弱の市民やんか、アメリカ市民って。そこ弱点やねん。アメリカ軍にとって。な、誰が見てもわかるやん。な。で、そこ絶対、普通の、戦略か？絶対よ。普通の将軍ならそこ攻めるやん、その弱点。でしょ？みんなで将棋とかやったことあるやろ？必ず弱点攻めるやん、スポーツカーって。弱点攻めてるでしょ、みんな。お相手の。戦争も当然そうなるやん、そうするに決まってるやん。な？米軍はすっごい兵器。やけど、アメリカ市民が弱点やし、足引っ張る。そこ攻めんで、戦争する将軍なんていないから、絶対。でしょ？言ってることは分かるよね。明らかに、現代人なら簡単に理解できるでしょ？特にとりわけ日本人なら、ね。簡単に分かると思う。うちが今言ったことは。ね。で、プラズマで、照射して大陸を急にボブッ
で消せるレベルにも達してると思うけど、内側であれ外側であれね、外側からのプラズマ照射って割と大雑把やから、ただみんな住んでる状態でジュワッてやるからね。だって外の医者には分からんもん、バイデンさんやけど、変なしこりが卵子についてますねって、受精後にって、変な赤ですねって、ちょっとどうやって落とすか、いろんな最新の技術でいろいろやってみますって言ってはったうちの母に。外側の世界でうちは母やね、中の世界で母は母です。 これがまあ女子の構造っていうか、まあ、トランス男子の構造ね。これがいっぱい秘密あると思うけど思い出せないっていうか、このタイミングで思い出してもしゃあないことばっかりです、今ね。でしょ。で、あと、まあ、日本は役目を終えて、ああしんどかったってズブズブズブってして、まあ、火山が全部死火山になったら日本グズブズブって崩れていくと思うから。だって火山で木が張ってた、日本列島って木が張ってんの、マリコ十世らすなわちうちが縮尺が違うけど木が張ってるから、生まれる前のうちな。だから日本列島って頑張ってんの。だから日本列島ってすごいしんどい土地やねんね、本当は。でも上に住んでる人はめっちゃエネルギーとかな。だから外国のパワースポットなんかな、日本で言うたら。誰もパワースポットなんて4番レベルの弱いパワーやで、言っとくけど。景色の美しさはともかく、それ見た人がパワーってなってるだけで、それそのものにパワーがあるわけじゃないね。ところが日本はどんなど汚い場所でもすごいパワースポットやねん、どこもかしこもな。そんなに外国人憧れて来るけど、来たらみんなの体重でうわーって沈む。比喩やけどな。だから体力がみんないなくなったから、みんな日本列島にギュッと来たから、体力がしんどかったらふわふわと飛んでいくかもしれん。比喩やけどね。まあそんなことですけど、だからその大陸がなくなる、要するに地球が海の惑星に戻る、海だけの惑星にね、表面がね。だって母の子宮の中におんねんから、マリコ十世らの地球は。で、周り母の羊水ばっかりやんかな、子宮内のお水っていうか、まだね、胎児になってないねんからね、ベガ肺になる直前でストップしてんねん、地球。うちも生まれる前そうやって、なんだかってその時点で第三次世界大戦起きたからやねん。このままじゃ受精卵が死んでしまうからって摘出して、外とちょっと技術レベルが、ね、中は違うけどな、バイデンさんもおるしな、外の第二次世界大戦だな。で、世代って言ったらうちの父とか叔父とかがおる世代な、外の第二次世界大戦だから中の第二次世界大戦と一緒やけど、でも技術レベルがやたら違うの、実は。で、産婦人科医とも、この中の、この世界のね、戦前のレンガ建ての、病院とか想像しても仕方がないよ。ね。それはうちがおったマリコだけど、どうやったらやるの？だからこの世界のマリコやったから、でもこの地球は、の外にあるのはすごいレベルのはずやねん。この後の時代の技術レベルのはずやねん。ちょっと話がごちゃごちゃになったけどな。ちょっと時系列混乱したのお分かりか。 でもどうやったかな、どうやったかなって。こんなんって結構ごちゃごちゃになっちゃう、記憶。実は、ね。でしょ。で、まあ、そうじゃない場合は、第三次世界大戦起きますけど、最初調子いいでしょうね、皆さん。人工衛星使ったり、ね、核兵器使ったり、核兵器使うんでしょ。小規模プラズマとか、プラスチック爆弾とか、いろいろやったり。最初調子いいですけど、もうそれが起動したら、最後の一人になるまで、皆さんは殺し合い続けますよ。最初だけ、科学技術的に華々しくても。うち以外みんな死ぬ形かな。まあ、うちももう寿命が来て死んだと、まだみんな、最後の一人が死ぬまで、うわーって殺し合いしてんね。恐ろしいやろ。それは、新約聖書かな。キリストの予言。新約聖書に書いてあったかな。スピリチュアル系やったかな。外転やったかな、外転やったかな、外転やったかな、なんやったかな、あるはずやねん。あ、司会文書かな、キリストによる予言、人が人と殺し合う、それになるから。第三次世界大戦が始まったらそっちです。そんな簡単に人殺しさせへん言うてるやろ。それが始まったら最後の一人になるまでみんな殺し合いする。もううちには近寄れないよね。もうみんなもうスイッチが入って殺し合う。
おったらあかんねんもん、みんなは大地。それだ、うちの体もな、地球上におったらあかんけどな。だけど、うちは安全なはずやんか。な。でもみんなは、この後の時代、急に危険なり、急に恐ろしくなんで。だから宗教で脅しつけてた人にも、今足がダダダダダ震えてんのちゃう。罰が当たってんな、宗教の連中。な。まあ宗教の連中だけが罰当たるわけちゃうけどな。宗教以外の連中も、何らかの都合で、市民社会が正義を言うて、うちからどんどん搾取していたおばあんとかもな、死ぬやろな。しゃあないやん。な、そんなもんです。ね。そんなもんでしょ、因果っちゅうのは。